なです。さくらです。みやです。はい、ということで今日はユニクロ購入品です。なんかちょっと夏感強い皆様2人いますけれども、早速始めていきましょう。はい、はい、せーの、よいしょ。私だけなんか浮いてるのよね。いいのよ、そういうもうサマーをそれぞれ感じていこう。そうだね、なんかねえ、なんかあれ私野球やってる余計じゃん。余計によくわかんない。虫取り少年かわいい。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。早速始めていきましょう。はい、じゃあゆりなさんから。はい、じゃあ私まず今画面に見えてるものすべてユニクロでございます。まずじゃあパンツ、パンツは感動タックイージーショートパンツ、セットアップ可能のやつですね。感動って感動って書いてあるので、カラーが30のナチュラルっていう色です。で値段は2990円で、今回私これ M サイズなんですけど、太ったから M だけど太る前だったら S かなぐらいのサイズ感、結構まあ標準サイズって感じ、すごく。だからまあ、そうっていう感じでした。で丈は私身長159センチなんですけど、まあ、膝があの丸々出るぐらいの丈感で、なんか生地はね速乾性がありそうな生地で、すごいね軽いんですよ。だから夏にね持ってこいって感じ。これあと他にブラックもあって、この値段だからちょっとブラックも買おうかなって思ってます、うん、でそれに合わせてるのが、半袖のこのエアリズムコットンモックネックティーのホワイト、サイズは M サイズです、うん、でこれはなんかここがちょっとこういう風になってて、詰まってるね。そうで、なんかユニクロ U の T シャツの生地感ってわかるかな皆さん、結構ちょっと分厚めの、うん、あれよりもっと薄くって、うん、軽めの素材です、これは。エアリズムって書いてあったよ。あ、エアリズムなんだ、じゃあ。へぇー。すごい涼しい。すごい涼しいんだ。そう、エアリズムなんだって。いいね、で、丈はね、割と短めだね。まあまあまあ、そうそう、割と短めなの。思ったより。そうそう。本当だ、この辺。腰、骨ちょっと下ぐらい。だからね、まあ、出して着たりしても全然いいし、って感じですね。で袖の長さがすごくちょうどよくて、なんか太いとこをちゃんと隠してゆとりがあるデザインになってます。これはあとブラックもありました。で、あとそれに合わせてるのがレザータッチフラップショルダーバッグ、ブラックの1990円。これね、めちゃくちゃ使いやすそうで、ここマグネットでくっつくんですよ。そう、かわいいし、でしょ、なんかしっかりしてるよね。そう、めちゃくちゃしっかりしてるの。中はこうなってて、でもう一箇所この小さめのポケットがついてて、後ろにもね、ついてるんですって、ここ。え、待って、これね、めちゃくちゃ可愛いの。いいね、あ、これショルダーにもこうやってできるんだよね、だから。しかも長さがさ、ちょうどいいね。そうなの、ちょっと短め、うん、だから調節できるし、なんかやっぱりユニクロって大人っぽいよね、うん、そう、なんかね、カバン結構ユニクロいいなって思った、今回。これはね、結構買いだと思う。可愛い。ね、柔らかくて使いやすいから旅行とかもね、こういうのすごいあるといいと思います。1個持ってほしい。いいよ。え、可愛くないこの丈。可愛いね。持ってほしいかも。なんか綺麗めでもあるね。なんかね、しかもこの革のレザーの感じがすごいね、高級感があるんですけど、上質、まあ、伝わるかな。やっぱさ、プチプラの通販とかのものよりさ、うん、ユニクロやっぱしっかりしてるなっていう、うん、このね、やっぱショルダーもちょっとやっぱしっかりしてるんですよ、普通のより、うん、本当にこれはね、結構おすすめです、うん、で、今このここにかけてんのがウェリントンサングラス、うん、あ、これサングラスだ。サングラスなの？そう、ブラウンで男女兼用になってます。なんでちょっと大きい。あと、まつげが当たるっていうの。ここが低いんだ、ここが、ね、そう、あと私の鼻が低いっていうのもあるんですけどすいません、あの、いや本当にあの、でもね、ちょっと近いこの距離が、だからちょっとメイクとかしててマスカラしてるとちょっとまつげがついちゃうかなっていうのがあるかな。まあ、つけ心地はまあ普通にいい感じのメガネって感じで、サングラスだから、あの、これ透明なのに UV カットができるんだったら、今マスクとかでさ、やっぱサングラスするとすごい怪しい感じになっちゃうけど、透明だからその点はすごいいいのかなっていう風に思いました。はい、私の購入品が、はい、まず今この着てるサロペットなんですが、うん、名前がリネンブレンドキャミソールサロペットのブラックです。リネンなんだ。あ、本当だ。
と分かんないかも。リネンブレンドだからリネンとなんか普通の多分素材言われてみたら入ってるね。でお値段3990円なんですけど、これはねあのめちゃめちゃなんだろうな、着やすい、着心地がとってもいいです。伝わるもんね、うん、かちょっと飛行機乗るときとか、うん、なんか新幹線乗るときとかあんま本当お腹締めたくないってときとかに着るとすごくいい、うん、いいね。でこれね長さもちゃんと調節できるから、もうちょい下でやりたい人とか上で行きたい人、もうちょいこうやって上げることもできます。そう、いいね、かわいい。で丈感はちょっと足首が出るくらい、161センチで S サイズなんですけど、うん、ちょうどいいです。おでももちろんなんかもう締め付けるもの何もないので多分いろんな、ね、方が着やすいと思います、うん、で素材も通気性すっごくいいので夏とか、うん、ぴったりかな。これ1枚では着れなさそう、さすがにこれだけだとちょっとね下にちょっときついか。そう、うん、中にキャミー着るね、にキャミーでも、うん、そうだね、かわいい。そうこれはちょっと個人的に楽だね、暑いかもしれない、楽ちん。でそれに合わせてるのがドルマンティーグリーンですね、これ、うん、で M サイズ1000円。あ素晴らしい。そうちょっとなんかカラー合わせてみようと思ってグリーン合わせたんだけど、うん、いいちょっとアースカラー、ちょっとトレンドも入ってるし、うんうんうん、これ差し色にもなるし、うん、黒と白がちょっと飽きたなって思った方はこういう色物ね当てても可愛いなと思って。確かにでちょっと M サイズで大きめなんだけど、そこが私好きで、この部分一回折ってちょっとなんか子供っぽくなりすぎちゃうなと思ったんでここ少しだけ折ってます。かわいい。なんかさくらちゃんグリーン珍しいかも、確かにね、すごい、かわいい、見慣れないまだけど似合って、いいね、なんか黒とグリーンってこんなに合うんだなっていう、今回新しい発見で、いい M サイズで私はちょっと大きく着るぐらいがこれは好みかなと思いました。で首元もこの丸い感じで別にちょうど良い感じです。でこれに合わせてるのがないんだ、つばがないからねそうこれはキャップ、商品名もキャップキャップなんだ商品名。でこれネイビーで男女兼用1990円です。デザインがね可愛い、なんか何がついてるの分かんないけど、マークがなんかね、かわいい、かわいいね。しかもさりげないじゃん、ネイビーにこの青い刺繍っていうのがさりげなくってかわいいなと思って。なんか後ろもさ、ヨットみたいなのがついてる、うんうん、そう後ろも調節できるね。そう、すごい簡単に調節できるんで、私はなんかこうやって後ろで被るときは緩めにして、前で被りたいときはちゃんとキュッと締めてやってます。このキャップも結構お気に入り、これかわいいね、なんかいいよね、なんか形綺麗。これはなんか今回すごい当たり物がかかってるの、うん、ね、私そうだね。だからもうデニムにこれキャップ合わせるコーデとかもしたいなって思ってます。あ、かわいい、かわいい。はい、続いてこれはもうね、みんな最高だよね、知ってるよね、大好きなんだから。これはクルーネックティーホワイト M サイズ1000円です。これも1000円、毎年買ってます。私も毎年買い替えてる2回ぐらい買い替えてるもん、ね、うん、これはもうド定番、1枚あったらとっても便利、何にでも合わせられるものです。で私もこれにこのサロペット合わせたんですけど、うん、まあ言うことがないよ、完璧な女性らしいシルエットなのがさ、うん、嬉しくて、ゆるっとでもないしピタピタすぎず、うん、でもシルエットはなんかこう綺麗に拾ってくれるから、うん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 、女性らしくなるシロティいいよね。でここの長さが私すごく好きで、うん、このグリーンのよりちょっと短めなんだけど、そうだね、比べると分かりやすい。そうこのまたちょうどでも一番隠したい二の腕の部分は隠れつつも、うんうん、なんか細く見える感じ、うん、で襟の部分もでもこれ本当最高だよね。そうそうそう、透けないからいいんだよね。いい生地が分厚い。本当にそう。何よりも透けないのこれ。天然だよ。もう毎年買っちゃう。本当に買う。今年も買う。ということで私の購入品はこんな感じでした。はい、今回全部当たり。いいね、最高、うん。じゃあ続いて私。はい。はい、じゃあ T シャツからいこう。はい、あ。強そうなお姉さん。強そうなお姉さん。白 T なんですけど。ドライカラークルーネックティーの半袖で、これはユニセックスのもので、そうホワイトで S サイズを着用してます。でこれね値段が590円。安っすごくない、なんか590円なのもともと、うん、
しかもこれね XS から 4XL まであるの、うん、だからサイズ展開もすごい豊富だし、うん、まあ男性でも女性でも着られるんだけど色も10色ぐらいあるの。男女兼用っていうのもあって使いやすい色がすごい多い、うん、そうで丈感的にはまあ男女兼用だから丈がちょっと あでもいいね。そう長めなんだけど生地は薄いから涼しい、すごい。そうなんだ、うん、でもそんなすっごい透けるとかも590円なのにないし、うん、まあ何枚あってもこれはいいかなって思いました。色もね色物も可愛かったよ。黄色とかオレンジもあるし、あ可愛い。そうなんかブルーとかもそうあっていい、ね、本当に自分に合うサイズを着られるんじゃないかなって思います。で続いてボトムスがこれなんですけど、これもなんかちょっと気になった、これは可愛い形。これはね買った方がいい、ちなみにクレープジャージージョガーパンツで、これが丈長めの 71.5cm っていうのを履いてます。でブラックのこれは S サイズですね。で値段が1990円、うん、安い。ありがとうございます。でこれねスポーツ用の素材っていうか速乾性っていうか、そうそうそう最高だねこれ夏に。マジで濡れてもすぐめちゃくちゃいいんだ。じゃあさウエストこんなの見て、もうスポッチャとか行かないから、もう行くじゃんこれで絶対行くんだから。でサイズもね XS から 3XL まである。わすごい。でね幅広、見てほしいのが色の展開見て、なんかさ絶妙な淡い色が、そうそうそう本当だ。パステルカラーからなんかブラウンもすっすごい可愛い色で、ふんわり柔らかい色がすごいたくさんあった。足首もゴムになってるから丈感っていうよりもちょっとねウエストがね結構なるほどね、そう緩くて、うん、結構ゆとりもあるから、うんうん、まあ、骨格ウェーブだから腰回りとか下半身って結構太めなんですけど、それでも結構緩めだからワンサイズ下げてもいいかな、 XS でもいいかなっていう、うん、こんな感じシルエット本当に。でも綺麗だけどねシルエット見る限りは。そうシルエットはすごい綺麗なんだけど、もうちょっとぴったりしても、うん、もうちょっと上品になるかなって思いました。緩めだと結構カジュアル感が出るかなって、うん、そうだね、うん、思います。でもねこれ買ってほしい、マジで楽、マジで着やすそうだもん、ね、なんかいろんな用途で使えそうね。そうでね次ボーダーオーバーサイズティーの長袖でブルーを買いました。でサイズが M サイズの1990円、オーバーサイズティーで M なので結構本当にゆるっとなんですけど、私はこれを肩掛けでこういう風にちょっとしてました。すごいポイントになるようにプロデューサーさんスタイル、うん、でそうにしてこんな感じでちょっと夏っぽい感じにしてたんですけど、まあ、普通に着ても可愛いし、オーバーなのでちょっとこうやってまくってゆるっと前抱きして着ても可愛いかなって思います。こういうボーダーは一つあるとすごいなんか重宝するというか、まあ、巻いてもいいし着てもいいのですると思うんですけど、これ生地が本当にすごいしっかりしてるので、あ本当だ、おそうそう、だから普通に着てもいいかなって思います、うん、続いてこちらサングラス、うん、つけてたんですけどボストンコンビクリアサングラス、これもユニセックス男女兼用のブラウンで1500円、カラー34って書いてあるけどこんな感じです。これはね、うん、ネットで見たらもっとレンズが薄く見えたんですけど、うん、意外とつけてみたらここのレンズが濃かった。こっち向いて、うん、なんかでも画面越しより薄い、うんうん、そうね、これだとこんな感じ、まあ、でも写真よりは濃い、写真よりは濃い、写真と画面の間ぐらいだ、ね、あ、そう、写真とじゃあ画面の間ぐらいです、うん、なんですけどじゃあこれも緩いかな、この落ちちゃう、そうやった時にそう、まあ、男女兼用っていうのもあるけど、でも痛くなるとかないですここは、うん、痛くはならないしちょっと緩いのぐらいで、まあなんか海とか行くサングラスには高いのつけてみたくないので確かにちょうどいいかなって思います。これならしっかり UV カットしてくれそうですし、うんうんうん、まあ、別にかけなくてこのシンプルにここにこうやっといてもおしゃれかな、うん、確かに可愛い、うん、思います。ブラウンがね今流行ってるからおしゃれで、それめっちゃ可愛いね、色の組み合わせはすごいいいかなって思いました。で、まだあります、はい、最後こちらナローバックストラップサンダルのブラック S サイズ2990円です。これはね、買いおー、マストバイに出ました、もう一回。ちなみにね、ホワイトっていうカラーもあって、真っ白もそれ可愛いよね、ベージュっぽいカラーなんですけど私は今回ブラックにしました。めちゃめちゃ履きやすい、
でサイズは S サイズ、私 22.5 から3センチで、まあ、割とちょうどいいかなって思いました。靴ずれしない感じ、しない、あ、待って、かわいい、あ、柔らかい、しない、なんだろうこれ、こういうのってさ、しがちだよね、うん、だけどすっごい引っかかったりするもんね。そうで、親指も分かれてるからするかなと思いきや、柔らかいから絶対靴ずれしない。軽いね。そして履きやすいから、ちょっとこういう華奢ストラップのものは、まあ、トレンドでもあるし、1個持ってたらすごい楽でいいかなって思います。これは買ってほしい、うん、これめちゃくちゃ可愛かった。これは買ってほしい、はい、うん、こんな感じです。はい、はいはい、ということでこんな感じでユニクロ夏の購入品ご紹介しました。いかがでしたでしょうか、はい、ぜひ皆さんも参考にしてお買い物してみてください、はい、ということでこの動画がいいなって思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。